ははい、いではよろししくお願いします,す SNS について皆さんにお話ししていきたいと思いますなんでその俳優声優が SNS やるべきかっていうところをお話しするとですねえっ、ー、とまあ田代君も今言っていただいたんですけどもちゃんと収入が作れるっていう理由とあとは SNS やることで直接仕事になる可能性が高いっていうことですねはい特にあのー、ただ仕事に関して言うと SNS をやってることで有利になる仕事と SNS 関係ない仕事と2通りあるんでそこもちょっと深掘りして解説していきたいと思いますあ僕の動画ではあのオーディション審査員が見てるたった一つのポイントっていう動画を出しました見ましたかその動画見見見見見見見まままししたたたたたやちちちゃゃゃんんんとかはははいいいてな見ましたま 見たあみんな見たんですね、はい。オーディション審査員が見ているたった一つのポイントという動画では SNS のフォロワー数が大事だというお話を僕はしたんですけれども、それはなぜでしょうちょっと ?3 人で答えを教えてください。えっと、やっぱり SNS で、えっと、フォローがついてると、そのその例えばこんテレビのコンテンツだったり、 うん、そういったものを、やっぱり見てくれる人が増えるっていうか、うん、その。視聴者、視聴者層、しょ、視聴、えー、なん、やべえ。えー、視聴率を。視聴率うん、はい。まず確保できるっていうのがやっぱり。例えば、イケメン俳優さんであったり、うん、そういうインフルエンサーが持ってる。強みなのかなって思います。うんうんうん、はい、はい。他には何か意見ありますか。あのー、やっぱり、お仕事として。 そういう芸能の仕事で大元のなんか宣伝したいものがある人がお仕事を生み出してる。もともとその案件は何のためにあるかって言ったら、その宣伝したいものとかがあるから、その、そういうので使う役者さんとかは、やっぱ影響力があったりとか、あの、その、 フォロワーさんがやっぱり多ければそれだけ影響力がやっぱり数字に出てるっていう風な見方をされるから SNS のフォロワーが大事だと思いますはいわかりました梅村さん何か意見ありますかフォロワー数が多いとスポンサーとかが CM とか流しやすいああいい言葉出ましたねスポンサーっていういい言葉が出ましたはい全員正解だと思いますはい、ちゃんと勉強してて素晴らしいですね えー、その通りなんですよねスポンサーが、えっとまあ、芸能界で僕はこう思います、一番偉いのはやっぱりスポンサーかな、まあ番あの、パターンあるんですけど、やっぱりスポンサーがお金を出してくれてるので、スポンサー神様なんですよ、基本的には。で、じゃあ、あのスポンサーは何を求めてるかっていうと、CM したいです、商品を宣伝したいっていうその目的があって、テレビに CM 出したりします。 まあなんですけれども、あのー、仮にね、もし視聴率がな全くないとか、テレビに全く人が見てないってなると、スポンサーは商品の宣伝が全くできないんですよね。例えば CM があっても視聴率0%でしたってさ誰も見てないってことじゃないですか、お金払ってもふざけんなってなっちゃうんで、まあ、皆さん視聴率が大事だっていうの聞いたことあると思うんですけれども、テレビ局とかね、制作の人はもう必死こいで視,の視聴率を上げるわけですよ。 だからドラマとかも全然あの芝居がうまくないけども有名なタレントが出てしまったり、またはね事務所の力なんかでその芝居が下手くそでもこれから売り出したいタレントをぶち込むみたいなバーターって言われるんですけど、そういったケースもあったりします。まあでそこでやっぱりあのスポンサーが商品を宣伝する上で人たくさんの人に知らしめたわけです。よねって時にフォロワーがたくさんいると宣伝効果があるっていうことなのでフォロワーが多いっていうのは。 一つ有利なな指標になってきますただしこれってあの僕の YouTube でも、ね、よくね質問くるんですよそれでえっとこれは多ければいいんですかみたいなね来るんですけれどもそれは全部一概にそうとは言えないんですよね例えば劇団四季とか見たことある人いますあ田代君見たことある上村さんも見たことあるはいえー、劇団四季ってもともと劇団四季自体にファンがいるじゃないですかいますよね ってなったら、あのもし劇団四季に出たい、なんだろう、劇団四季の舞台に出たいって場合は、絶対フォロワー数見られないんですよ。だって集客に困ってないから。はい。っていうように、物によって目的が違ったりするんですね。すでに集客困ってないようなところとかは、フォロワー数見られません。だからこの前聞かれたのは、僕、仮面ライダー出たいんですってって、SNS 頑張りたいと思いますって言われたんだけども、いや、仮面ライダーの場合は違うよと、僕、言ってあげたんですね。 だって仮面ライダーってあの逆に今までみんな仮面ライダー見ててもともと有名な人が仮面ライダーになってるパターンないじゃん。はい、絶だよね。フォロワー数が例えば10万人いて仮面ライダーの主役に抜擢されたってパターンないんですよ。そうじゃなくて仮面ライダーはもう仮面ライダー自体にねあのファンがいるので,であの若い子がやっぱ使われます。 イケメンとかね、ジュノン出てるとかね、だと事務所がいるところとかね、そういったことが使われたりするんで、すべての案件によって、あのフォロワー数が大事かっていうと、そうではありません。ただし、あのー、僕が言いたいのは、じゃあ、フォロワーがいなくてあの、仮面ライダーに出たいとかね、劇団四季出たいってなったときに、あのー、何が必要かっていうところなんですよ。じゃあ、皆さん何が必要だと思いますかフォロワーがなくて、じゃ劇団四季出たい、仮面ライダー出たいとか、有名な。 ドラマに出たいとかなった時に「何が必要でしょう仮面ライダー」だったらやっぱり圧倒的なその顔とか圧倒的なスタイルだとかそういう圧倒的に人より秀でてるものがないと劇団四季だったらまあ圧倒的な歌唱力であったり圧倒的なそのダンスの力であったりそういう人より圧倒的に優れたものがないと。 やっぱそういいいいったもののはは厳しいのかなと思います、はい、めちゃくちゃいい意見を言っていただきました。ほぼほぼほぼ100点だと思います。素晴らしい拍手。はい、そうですね。圧倒的に秀でたものないとダメですね。仮面ライダーなんかめっちゃイケメンなんか大前提なんですよ。ですよね。で、まあまあ,まあ劇団四季も今言っていただいたように歌唱力だとか演技力だとかがないと無理なわけですよ。そこに関してはフォロワーを増やしたから出れないです。はいいめっちゃフォロワーがいいても あんまかっこよくなかったら出れないですし、仮面ライダーは。で、劇団四季も、あのー、フォロワーだけ多くても芝居が全然下た、歌が全然いただと出れないっていうのが現状になります。で、もう一個、あのー、必要な要素っていうのがあって、まあ、劇団四季でも、えー、仮面ライダーでも、これ一番大事だと思うんですけど、芝居がうまかろうとか、歌がうまかろうと、イケメンだろうが、運がなかったら出れないんですよ、実は。一番 SNS のフォロワーが全くない状態で有名な作品に出たいって場合に一番大事なものって運なんですよ。わかります特に仮面ライダーなんて出たい人何万人いるって話じゃないですか。イケメンでもいっぱいいるわけじゃないですか。でも年,年に2、3人とかじゃないですか。主役に抜擢されるの。選択ものだったら5人なわけじゃないですか。まれ、あ、にね、あのシルバーとか言って6人になるパターンありますけどね。 なんだっけルパンレンジャーの場合10人いたんだっけ ?5 対5だっけあんま見てないんだけど、3対3かな ?5 対5かな知らんけど、まあ、そういった人数が多いパターンもありますけど、それでも10人とかじゃないですか。ってなると、圧倒的に運なんですよ。はい。これはもう全部同じです。ドラマに出たいと思っても、アニメに出たいと思っても、運がめちゃくちゃ大事になってきます。じゃあ、運ってどうやったら手に入るのっていうお話です。どうやったら手に入ると思いますか ?3 人、意見をください。じゃあ、皆さん、マイクを。 オンにして運が必要だって分かったと思うんですけどどうやったらその運を引き寄せられるかなと全員マイクオンにして語ってくださいじゃあえっと運を引き寄せるっていう意味で言うと,うんとやっぱりその誰かとのつながりであったりそのコネということなのかな、うん、あ もしくはその,の SNS で発信をしていたらたまたま見つけてもらえる可能性とかがあるのかなって、うん、でも、うん、そうですね運っていうことになるとやっぱりどういうところから仕事がもらえるのか分からないんでちょっと自分もよく分からないところがありますね、うん、はいはいはい、うん、他にも何か意見があれば間違ってても全然いいんでまあななんかそのお仕事 に巡り合う確率を上げるっていうところでやっぱりさっき田代さんもおっしゃってましたけどその人とのつながりを大切にしたりとかやっぱうん,、うん、なんていうか日頃の行いに全て通じてるかなみたいな、うん、いところがあってやっぱほら人のつながりを作っていくのにも、はい、やっぱり自分自身が人間としてちゃんとしてないと。 つながりって作れないと思うんで。うん、まあ、日、日頃の行い、一言で言うと、そういうのが大切になってくるんじゃないかなと思います。はい、わかりました。上村さん、どうでしょう。でも、人脈を。広げる。ことですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、皆さん、ありがとうございます。 大丈夫です全員間違ってもないんで、あのー、これ言っちゃいます答えます運に関しては正解ないんです実はだって運だもん宝くじどうやったら当たりますかつっつあて、あのー、いや高烈法ないじゃんっていうのと同じですよね言ってしまえば何かもっと言っちゃうと運って生まれ持ったものとか例えばさめっちゃわかりやすいように言うと親御さんが2タレントあ違う親御さんが有名で偽タレントとしてデビューするみたいなそれってもう生まれ持った才能じゃん運って実は才能みたいなところがあったりして ある程度は思行することで最低限の運は引き寄せられるんですけれども例えばさっき言ったように親が有名俳優だったの偽タレントってもうななないいいものはないじゃないですか、うん、あと大手の事務所にスカウトされるとかもめっちゃイケメンとかめっちゃ美女じゃないとスカウトされないわけですし大手の事務所に入れるのも運なんですよ。その運って あのー、生まれ持ったものなのでどうしようもないってパターンが多いんです、ね、だから、あのー、はっきり言ってしまうと運だけにかけたら無理なのが芸能界ですはい運がない人はいきなり不利ですはいなんですけれども、まあ、さっき言ったようにね普段の行いだとか人脈増やすとかそういう SNS やるとかやることで、あのーまあ、どうしても無理だとか無理ですよ それをやったからって親が有名タレントになるわけじゃないからだからそれの偽タレントデビューするとかそういうことはできないしいきなりそれで大手事務所に入れる運が来るとは限らないけども多少の運を上げるることでできるんですよねはい <laughs> まず運を持って生まれた人と運がなくて生まれた人でもう大きく分かれるんです芸能界って。そんなもん運があった人が有利ですけどもじゃあ運がない僕らがねあのー 悔しいって,言ってなんかハンカチ感でもう,う、うん、うん、うん、なんかそんなことやってて、うん上がるわけじゃないじゃないですか。ってだったらもう、運がない人は運がないなりの戦い方をしないといけなくて、その時に一番いい方法が僕は SNS だよっていうのを言っております。なぜかというと SN、SNS に関しては運じゃないから、実力と戦略だけで伸ばせるから、ちゃんと。はい。僕の YouTube、今日見てくれている人は、僕の YouTube 見てくれてる勉強会来たと思うんですけれども、 あれ運じゃないよね。僕、毎日投稿して、ちゃんと戦略練っているから、ちゃんと皆さんが僕の動画にたどり着いて、僕の勉強会にたどり着いているわけなんですよ。これも戦略なんですよね。うん、みんなもこうやって応用できます。例えば、YouTube 使って、声優役者としてアピールして、ファンを増やす。こういう努力は、努力次第でできるんですよ。戦略次第でできるんですよ。運にかける必要全くないんですよで。運にかけたらどうなるかっていうと、宝くじみたいなものです。ギャンブル。 あの大学生で僕例えてるんですけど大学生が、ね、就活するときにね就活したことある人いる梅村ちゃんはあるんか就活めっちゃ嫌だったよねめっちゃ嫌だったよねはい仮にさ就活中に俺も就活やめた宝くじ1等当ててそれで生計立てるわって言ってるやついたらバカじゃんって思うよね <laughs> はいそうですよね宝くじなんて当たんないんだから就活しないとだめじゃんって話ですよ芸能も同じなんですよオーディションにかけるとか 運にかけるってなると就活生が宝くじ買って一等当てて生計立てるって言ってるのと同じようなもんなんですよ。それは無理だよって話なんですね。だから戦略的に SNS をやるこれがとても大事になってくるっていうお話です。なんかここまでで質問あったりしますかみんなね頭いいからねいろいろあのいい答えが出てくれるんで嬉しいです。質問がなければ次にもう具体的な SNS の話をしていこうかなって思います。はい。 大丈夫ですはいいありがとうございますでもみんないいですねはい SNS やって確かに実際スカウトされることあるんでインスタオフォロワー多いとか TikTok フォロワー多いとかで Twitter から DM 来てスカウトされるってパターンありますはいあのー、昨日写真撮影やってたんですけどうちかのんちゃんっていう女の子がね TikTok フォロワー3万人いるんですけどもあのー、めちゃくちゃ大手じゃないけど中堅でまあまあ有名な事務所から あでも大手か大手だな名前はちょっと言えないんですけどから、あのー、スカウトされたっていうお話もあったんでやっぱりあの努力で SNS 伸ばしたらスカウトされることあるんで容姿が微妙でスカウトされないって嘆いてるんだったら TikTok とかに、ね、やったり YouTube やったり SNS 伸ばしてスカウトされるって手はあると思いますじゃあ続いて SNS の話ですねはいえー、っと一旦ちょっと待ってくださいね一旦休憩しましょう皆さんこのままねバーッと喋っても